よいしょよいしょよいしょ。なんか映り方も変わったっすかね。なんかね、綺麗になった画質が。あ、ほんとだ、画質めっちゃいい。でも荒かった方がちょっとイケメンに見えてたから。確かに。ってことで、じゃあ目開いて見えるかも。ね、逆にね。はい、じゃあじゃあ、シュウジとネギサのハニコレクション、ネコレイ、よいしょ。よいしょ。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗、やばいやばい。 4K テレビ、肌とかねえ、すげえいい。なんかほんとテレビの番組見てるみたい。見てる感じだね、これね。でもちょっとバレるね、いろいろ、ね、これバレますね。うん、なんかベロベロでほんと酔った時がやばいっすね。やばいやつになっちゃう、はい、じゃあとりあえず、じゃあ皆さん乾杯っす。乾杯。よいしょ。お疲れ様です。よいしょ。よいしょ。うん、何飲んでんのかってね、何飲んでるでしょうって話だけどね。まあ俺らはやっぱね、はい、やっぱ俺らはもう、俺らはもちろんもう飲むしかないでしょ。もう飲むしかないんですよ。バック飲みだよ、うん、てか久々じゃない。ニコ生。あ、確かに。うん、ね、何ヶ月ぶり、何ヶ月ぶり、あ、2週間ぶりっす。2週間ぶり、はい、なんか今日久々だねみたいな話しててよね。確かに、なんか久々に、なんか今日久々やなみたいな話してて、うん、まあ、まあいつも通り話す内容とかは全く決めてこなかったんですけど。そうですね。一緒に歩いてさ、ここまで来るならさ、何話しますぐらいのさ、話してこいよみたいな、なんか話せよって話なんだけど。やっぱでも、まあでもコメント拾ってみたいな感じじゃないですかね。まあね、なんかちょっとね、いや今日のお題決めます、とりあえず。あ、お題決めますか。はい。じゃあ今日のお題は、何にしようかな。まあ、冬が終わるからね、もうね。そうですね。冬終わるから、春。春？うん。春の話？あ、でももうホワイトデーですね。あ、そうっすね。まず一番近い。ホワイトデーとかさ、イベントが。まあ、こんなこと言っちゃ悪いんですけど、ホワイトデーとか結構、重大かなみたいなね。やっぱクリスマス、あと、まあ、なんかあったイベント。あ、ハロウィン、最近だったらね。ハロウィン。なんかある他に、重要なクリスマス、ハロウィン、うん、七夕とかじゃないですか。あと七夕、七夕って結構あれじゃないですか。七夕ってさ、はい、女の子じゃない。え、そうなんですか。なんか織姫と彦星が合う日です。あ、そうなんだ。いや、ロミオ&ジュリエットみたいな、ね、あ、そう、そんな感じですね。なんか1年に1回しか会えないんですよ。それいつよ。で、なんかそれが7月7日っす、うん、7月7日がだけ織姫と彦星会えたみたいな。あああれか、あれ着る日だね、毎年。何着る日、いつも。なんか浴衣っす。浴衣、そう、浴衣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 着るやつですね。そう、浴衣着る日だよね、うん、そう。ごめんなさい、七夕知らなかった、あんまり。あんまり分かんなかった。聞かれて、あんま分かんなかった。なんでホストしてるんですか。そうだね、本当にね。そうだね。七夕知らなかったわ。七夕知らなかったわ。え、それはちょっと、やっぱそういうところがなんかやっぱ母性本能くすぐるんですかね。なんか、天然っていうか。七夕知ら、いや、七夕知らなかったの母性本能し。いや、なんか、天然っていうか、なんか、可愛いってなるのかな、みたいな。かわいいんですか。可愛いって思ってくれるんですか。まあでも、女の子はやっぱ思うのかな、みたいな。渚さんが思ってくれなきゃ俺意味ないんで、やっぱ。何それに可愛いと思わなきゃいけない。いや、あざっす。あざっすじゃないか、あざっすじゃないか。あざっすでもなかなかないか。浴衣とかってさ、はい、普段は着ないけど、もちろん。普段は着ないけど、着る？浴衣、あ、でも、浴衣着て花火とか行ったことないですね。行ったことないよ、ね。ホストしないとさ、うん、
やっぱ浴衣着たりさ、サンタしたりさ、間違い何もしないと思う。しないよね。あのこのパンプキンとかさ、はい、あのハロウィンの誰がハロウィンじゃかもしれない誰がハロウィンじゃお前誰がパンプキンじゃっつって。いやでも一人だけ完全に多分ハロウィンっすよ。やかましいよ誰が一人ハロウィンだよお前ちょっと時期外れよね。ノットノーマルじゃなかったっすよ。ノットノーマルじゃないか。宣材写真でこれノットノーマルナルトじゃないよ。てか宣材も変わったくないっすか。そうフニーコレクションの もともとこれじゃなかったっす。え、これでやったの。あ、これでしたっけ、うん、全然違えな、うん、誰だよナルトじゃねえわ、うん、やかましいわ。ノットノーマルめっちゃいじられるんだよね。あとナルトもいじられるしね。ナルトあと背中になんかあの坊主のプリントしてある服とか着るとさ、すっげえいじられるんだよ。え、それ昔の自分でしょ。そう、俺の昔の坊主の写真載っけたんでしょみたいな。なわけねえでしょみたいな。え、これなんて書かれてんだろう。 FCTM？ これなんて読むんだろう。下、なんて読むんだろう。なぎさじゃない？これなぎさ。ほら、なぎさっぽいや、ほら。後ろはなかったね。これなぎさでしょ、これ、ほら。ほら。あ、ほんとだ。ほら、なぎさん。なぎさん。なぎさん。なぎさんじゃん、これ、ほら。これなぎさん。なぎさんじゃん、それ。なぎさん。なぎさんじゃん。なぎさんはやばい。奇跡が起きたね、なぎさん。え、狙ったっしょ、実際。そうっすね。これ狙ったっしょ。これ狙ってないっすよ。いや、え、狙ったでしょ、これ。タイ語これ、ゲイ語っすね、ゲイ語。ゲイ語。あの、ゲイにしか読めないんですよ、これ、なぎさって。誰が読む。お前、ゲイさんがね。ゲイさん読めない。ゲイさんがね。そう。え、すごい、俺、今知ったんですけど、本当に狙ってないです、これは。本当に？まあ、狙わないよね、普通でもね。そうっすね。逆にね。で、この星の数とかもね、人殺した数だからね。そう、あの、殺したら1個見せるから、1個1個、星が。ゲームでね、ゲームで。そう、ゲームでね、バンバンっつって。かわいい、かわいい。俺の服はね、今日はね、何も書いてないんだけどね、ちょっと背中に、なんかよくわかんない。あー、なんかあの、ヤンキー文字みたいな。あ、クロマハーツ的な感じですか。クロマハーツ的な感じだね。あの、はい。パチモンみたいなもんすね、言うたら文字的には。マクロマーツこんな服ださいここに10時間これね、ほんとこんな服は出してないと思うね、クロマーツさん的には。そうっすね。手振ってって、手振って。うん、なんか恥ずかしいな、手振ってって言われて。手振いや、なんか最近なんていうの、こうやるやん、こう手、こうピースとか、指短いんだけどピースとかやるやん、はい、この指紋を悪用されるから。なんかピースするとき俺最近こうしてるんだよね。え、じゃあ手振ったらもう10本じゃないですか。10本の指もう完全ですよ。やば。そう、だから iPhone の指を、はい、iPhone のあの指紋認証のやつをね、全部ね、取られる。え、やばくないですか。だってそれ要はまあ例えば誰かと寝てるじゃないですか、うん、で、寝てる間にその指紋取ってたらそれで開けられるってことですか。それはあれやね、普通に iPhone だね。え、怖っあ、いや、もともと採取しててってことっす。え、怖い。あ、もともと採取してて、もともと採取してて、あ、あの、指紋をね。あ、そうそうそう、うん、怖くないですか。怖いね。怖っ。怖いよね、だから俺こう、チューじゃねえや、チューってないやん。そうですね、もっとこうする。チューってどういうの。バイバイの時もこれっすね。バイバイってこと。何やこいつみたいな。いや、ピースダメっすね。じゃあピースこうだから。ピースこう。あ、これピースじゃねえか、これ。これピースじゃねえ、コロだ。こうかも。こう、裏ピースね。裏ピースですね。チャラいって思われそうだけどね。ねえ、2人が絶対しなさそうな話しようよってさ、俺らがしなさそうな話って逆に何があんだろう。何話さない。逆に何話さないっすかね。てかもうめっちゃ話しますもんね。何話すの、話さないんだろう。逆に話さない話ってなんだろう、むず。話さない話、うん、え、なんかでも家族のことはなんかホストって絶対話さないんですよ。わかります。あ、家族話さないかも。ホストって絶対話さなくないですか、うん、なんかやっぱりみんないろいろあったり
をするのかなって。だから女の子にも絶対聞かないですよ、家族のこと。ああ、まあ俺の親父はココイチの店長なんだけど。で、まあ、いい情報、まあ、妹は高2で、まあ、弟中2みたいな。あ、まあ結構言っちゃってる。3人兄弟なんですか。あ、3人の、長男ですけど。あ、そう、え、長男なんですか。長男なんです。俺お姉ちゃんとかいると思ってました。ああ、なんか言われる。でもなんか兄弟いそうってか下に見えるみたいな、うん、なんか長男なんですよ、なんか。あ、じゃあでもこれ僕らも 2年半初めてですよね、家族の話したの。そうだね。ですよね。なんかラギーさんの話とかあんま聞かないもんね。もうね、家族の話とかね言わないっすね、やっぱ家族は。あ、なんかそんなに深刻に言われるとなんかあんのかなと思って。なんかなかなか複雑なのかなと思っちゃうよね。そうですね、ラギーって。じゃあ、他に何があるんですかね、ホストが話せない話って。他にホストが話せない、俺全部言っちゃうからな、やっぱミステリアスのがいいのかね、ホストはね。ちょっと謎をめいた、謎めいた方がいいのかもね、俺全部言っちゃうからさ、もう丸裸じゃん、ダメだよね、やっぱね。確かに。やっぱミステリアスなにホストにならないと。どうなのか分かんない。お父さんここ一応店長なんですよ。すごいっすよね。じゃあもうカレー食いたい放題ですか。そうでもないか。いや、カレーも毎日。あ、ですよね、やっぱり。あの、カツとか。ああ、いいな、持ってきて帰ってくれるんだ。持って帰ってくる。だからね、弁当の中とかいつもココイチのカツとか入っててさ、おお、うめえだって。で、親父はいつもね、家帰ってくるともうカレー臭すごくて。親父からっすか。もうカレー臭。そっちのあの臭い、まあ臭い方もあるけど、かもしれない。そう、カレー臭がすごいね。うん、すごい、ね、すごい、うん、いや、すごい、すごい。ココイチいいっすよね。ココイチうまいでしょ。うん、お兄ちゃん好きな人いる。お兄ちゃんイケメンで羨ましい。いや、でも言われたことないね。でもね、そんなかっこいいお兄ちゃんいたら相当いいよね。いや、なんか一回聞いてよ。なんか俺一回妹の中学校に行って、俺鍵がなくて、俺車で行ったのよ、妹の、あ、家の鍵がなくて、うん、妹が部活中だったから、うん、俺車で行ったのよ、うん、中学に鍵を取りに。そしたら妹がね、あの部活の休み中だったのよ、昼休憩みたいな、うん、で、ね、やっぱ年上ってかっこいいじゃん、女の子人からさ。ああ、まあ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 、そうですね、中学とかそのぐらいからで10人ぐらいいてさ、女の子、うんうん、で、まあ、妹の名前呼んでさ、来たよみたいな。はい、妹の名前なんて言うんですか。言わない。さすがにね、俺はいいけど、妹のプライバシーがあれになっちゃうから、さすがに言わない。やっぱ家族は言おうとしたけどね。うん、家族は話だよね。そうで、呼んで、で、鍵もらいまして、家の、うん、したらなんか、俺生まれて初めてなんかかっこいいみたいに言われたの。あー、そう、周りの中学生から。あー、絶対言われるっすね。で、俺その時、もうだいぶ上だからさ。あー、で、こう俺いつも言わないようにさ、妹にさ、まあ部活頑張れよみたいなさ、はあ、カッコつけて言ったのよ。カッコつけて言って、やばいやばい、カッコつけて、カッコつけてキャーって なったのよ、はあ、奇跡的になりますね。で、家帰るやん、はあ、家帰るやん、はあ、ね、妹帰ってくるじゃん、はあ、したらお兄ちゃんさっきカッコつけたしよって言われたの、はあ、その時超恥ずくて。いや、それやばい、妹に見透かされちゃって。それやばい、調子乗っちゃってるから、やば俺みたいな、カッコ悪いみたいな、い妹にバレたわみたいな。え、でも妹も可愛いんじゃないですか、やっぱり。妹でも結構、まあスタイルはいい、うん、あ、いいなみたいな。うん、スタイルいいなとか思うんですね、妹。いや、思うんだけど。うん、まあ背もまあまあ高いし、うん、まあ結構ね、いいなって。まあそういう意味じゃないね、いいな。スラッと名前言わせようとした。いや、スラッと言ったらやばいから俺。妹の名前はね、さすがにね、うん、自分のは全然いいんだけど。そうそう、バレちゃってみたいな、恥ずかしい話でしたみたいなね。そうそう、なぎさは兄弟とか聞いていいの。僕はダメっすね。あ、そういう、あ、ダメだ。いやいや、やっぱちょっと、やっぱりさっきその話してたね。あ、ミステリアス。そう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 、ちょっとミステリアスの。ああ、まあ、な兄弟の話は別に。あ、そっちの話はもういいのかよ。そっちとかダメやろ、逆にね。確かに、逆にね、うん、確かに、まあ、訳ありすぎる。訳あり、闇が深いのとか思っちゃう。闇が深くないんですよ、全然。まあ、やっぱミステリアスな感じ、ミステリアスなホストに。なあ、うん、でもさ、例えば店でさ、はい、ね、渚くんって兄弟いるのって言われたとするやん、うん、そしたらなんて言うの。
え、いるけど秘密みたいな。なんか初回とかだと言っちゃうっすね、そうやって。え、なんでなんでみたいな。あ、そのな長いお客さんとかはでも言っちゃうっすけど、うん、ああ。なんでなんでって言われたら、なんでなんで、あ、そんな興味ないよみたいな。渚君の多分俺それなんでなんでって言われたことないわ興味ないからあんま興味ないわ多分とりあえずそこまで興味なかった。とりあえずそこまで興味なかった。聞くけどさ、はい、例えばあの聞いてみてさ、はい、秘密と言われてもさ、はい、いやそんな興味ないし、ただちょっと聞いただけだよみたいな。あんま興味ない。うん、なんか年齢とかそうだよね。秘密とか言われてもさ、あ、そう、まあ、ただ別にあの聞いただけだからみたいなのあるよね、はい、秘密って言われてもねそうそう。え、なんかそういうのあるっすよね、うん、なんか初回とかでもやっぱり、まあ、今の話だけど、うん、なんか例えば、うん、年いくつって、まあいくつって聞かれて、うん、俺なんか一番興味ないのが、うん、え、私っていくつに見えるみたいな。あいくつに見えるね。いやみたいな。うん、そう、まあ軽く聞いたらね、軽く聞いたらね、まさかのね。売れないホストが一番話してる。ああ、俺いくつに見える。ああ俺なんかどうでもいい。俺18歳の時に辞めた、多分その話。ああ、ないですか。もうどうでもいいからすぐ話変えたいな。ホントに売れないで、ね、ホスト行ってそうでも。そうそう、もうすぐ変えたね。もうね、すぐ、もう初回のこの短い時間でさ、うん、俺の話何歳に、俺の顔何歳に見えるっていう話をしてるうちになくなっちゃうからね。あ、そうですね、初回の時間がね。もうパッと28って言われたら終わりっすよね。そ違う、誰が28、誰が28。じゃあ、あれ面白くないですか。うん、今まで一番きつかった初回。一番きつかった初回、ホストのこういう話ってやっぱ聞きたいんじゃないですか。あー、まあね。あー、でもあるわ。マジっすよ。うん、なんか、はい、まあ2人でついてて初回。いつくらいの時ですか。もう2年前とか。うーん、で2年前ぐらいについてて、うん、で、まあこうついてまして、はい、まあ、普通に話してるよ。あー、で、ちょっとまあもう2人でついてて、片方の女の子の方が、俺の方じゃない子がちょっと結構ちょっともう機嫌が悪かったの。あー、で、なんかもうこっちが話してもダメだったのよ。はい、その時に、はい、前いた従業員がブチ切れ出したの。え、わーみたいな。なんでなんで。いや、なんかもう態度に腹立ったみたいな。え、やばい、ダメでしょ。ダメでしょ。払ってもらって。そうで、俺さ一応先輩だったから、俺どうしようみたいな。俺後輩じゃん、俺もう2年前で。俺、え、それはやばいっすね。どうしようみたいな。え、めっちゃ怒ってるみたいな。で、なんか帰れやみたいな言ってんの、初回の子に。え、やばっ。え、それはで俺どうしようみたいな。え、それビビるわ。それが一番きつかった、はあ、え、絶対その人クビになったっすよね。あ、もういない。あ、もういないね。リュウって人なんだよ。誰だろうそれ。分かんない。その人いましたっけ。まあ、いたんだけど、いない、知らない。まだいなかったかも、多分2年前。サッカーのゴールキーパーして。まあ、見てたらごめんね、その人。まあ、でもそれは先輩に言えないっていうか、いや、先輩にやっちゃダメでしょ。怒り出したからさ、俺、みたいな。そう、初回に怒り出したから、え、みたいな。で、いやで、なんかそれで、実際送りその人だったりしたら、やっぱそこでホストって、あーみたいな。あ、そういう話じゃないですか。そういう、もう普通になんか帰っちゃった。あー、女の子帰っちゃった。そういうオチ待ってるのかと思いました。もうね、さすがにそういうオチじゃなかった。普通に帰っちゃったね。うん、僕はそこでホストを覚えました。その人指名でシャンパン入れてましただったら、ちょっと面白かった、ね。あー、ちょっと展開がちょっと期待しちゃってましたね。ごめんね、盛らない。いや話今度から盛るわ。いや、今度から盛りましょう。やっぱニコ生だからね。ニコ生だから盛らなきゃいけない。そう、そんな感じでさ、まああったけど、それが一番きつかったな。いや、それはダメっすね、うん、ホストが。女の子がきつかったっていうか、こっちがきつかった。うん、俺何もできなかったかも。いやいやみたいな、こう、って。すいません。それやばいやばい。なぎさとかあった、そういうなんか。ああ。やばかったとき。きつかった初回っすよね、今までで。あ、でも一番きつかったのは、なんかいつ頃かあんま覚えてないんですけど、うん、まだ本当、まあ周囲さんと一緒で多分ホストを始めたてで、うん、でまあ2年ぐらい前だったんですけど。うん、なんかその時になんか
初回一人で早い時間、まあ大体7時とか8時ぐらいに、うん、来て子がいたんですよ。でなんかその日でも結構土砂降りで、うん、まあ土砂降りってほどの前雨降ってて、まあ初回来ないかなと思ったら来て一人で、俺がずっとつかしていただいて、うん、1対1じゃないですか。ずっと喋りかけても喋んなくて、まあそのムスッとした感じ、はいはいはい、みたいな感じだったんですけど、で俺がみたいな、なんかずっと喋りかけてて、うん、したらなんかいけボソボソなんか言ってたんですよ。どうしたどうしたみたいな、うん、言って、その子とが言って一言が雨宿りって言ってたんですよ。だから雨宿りだから、うん、多分なんか喋んないでってことどうっすね、多分それが一番きつかった。いるねー、いますよね、いるねー。だって雨宿りだけっすよ、その15分間、うん、雨宿りだけ、雨宿りしに来ちゃいましたね、うん、それが一番きつかった。ちょっと、きついね。それが本当に。なんか求められてない感がする。あ、そうそうそう。なんか辛いのよ、こちらとしては。なんか俺存在する意味あるのかなって。あ、そうそうそう。その存在する意味を出すのが俺らの仕事なんだけど、もう何喋ってもダメだよ、あるそうそう。もう本当に。その時ちょっときついね。いや、マジきついっす。ごめんなさい、みたいな。なんか俺ついちゃってごめんみたいな、俺ごめんねみたいな、逆にごめんみたいな、俺雨宿りなのにごめん来ちゃってみたいな。雨宿りだから、そうそう、本当に、うん、分かる分かる。もちろん送りは安定のナイキでしたね。なあ、ナイキ安定のナイキ、ナイシでいいや、雨宿りはナシでええやん。ナシがナイキさんじゃないですか、うん、多分あ、じゃあね、最後に送り聞きに来た人に、あ、じゃあ送りでってね。え、あ、じゃあ、ナイキさんにね。うん、あの、送りどうしますか、うん。じゃあ送り。あ、じゃあ送りで。あ、ですよね。あるある。さすが雨宿りや。雨宿りね、ちょっとね、わかるわ、それ。うん、すげえ、たまにあるよね、でもね。うん。まあ、こういう質問するのもなんだけど、なんで来たのって聞いちゃうじゃん。あ、そうなんで来たのっていうか、どういう経緯で来たのみたいな、ちょっと聞いたら、雨宿りでした。あ、そう。すいませんでした、みたいな。本当にごめんってなった。あ、まあしかもその言ったこと以外、うん、その子何も言わなかったっす。うん、でももっと安いとこあるじゃない。いや本当あるじゃないんだけど、まあ、ちょっとお姉っぽくなっちゃったけど、マックとかマックはないでしょ。歌舞伎にマックなくない。あ、ないか。いや、西武新宿あるじゃないですか。いやー、遠い。あー、東新宿、歌舞伎町で雨宿り、まあやっぱそれはハニーぐらいじゃないですか、やっぱり。やっぱハニーね。あの、雨宿りにぜひ。雨宿りぜひ。初回でぜひ。雨宿りに使ってください。うん、あ、まあ、雨が降ってたら500円前、ね。あ、そうですね。安くするのか、考えとくわ、考えとくわ。考えてくれ。適当に言ったんだ、今。それか。いや、むしろ500円自腹、みたいな。あ、俺が自腹で切るから。あ、そうです。信じて、俺ナンバーワンに。で、初回が、うん、あの、送り違うんでしょ。あ、そう、送り違う。いいよ、俺が500円出すから。送りナイキンさん。一番マイナスやん。一番マイナス。それで来るならまだいいけどさ。送り内勤さんでね、連絡先誰も交換しないで、俺500円払っただけみたいなね。それはマイナスでしかない。マイナスでしかないから、本当に。そう。まあでも分かるわ、でも。まあでも急に雨降ってきたらね。で、バッティングセンターとかみんな行くっすか？うち、バッティングセンター近いじゃん。あ、そうっすね。うん。女の子しねえか。まあ、まあヒールとか入ってるからできなくないですか。でもあ、ヒールね、はい、ヒールやる？バッティングこれ聞くことじゃねえか。ちょっとなんか話がさ、まあまあ、ちょっとなくなったと思ったから、まあ、バッティングセンター出てきたから言っちゃったんだけどさ、バッティングセンターちょっとやりたくなってきたの。バッティングセンター行く人いる？いないかな、あんまり。変じゃない、だって、うん、もし僕が女の子でアフターバッティングセンターだったらそのホスト切りますもん。ちょっとやったことあるからやめてよ。あ、マジですか。アフターでバッティングセンター行ったことあるけど。マジです。いや、うん、俺絶対だ。だってヒール履いてるじゃないですか。絶対打てないでしょ、みたいな。いや違う、別に女の子打たせない、俺が打ってるから。ああ、それいや、でもまあ一番つまんない、まあ、一番つまんないや。だから女の子外から見てるだけっすよね、うん、超つまんない。その子見てたらごめん。いや、その時は本当に申し訳なかった。じゃあ理由があるのよ、はい、次の日に野球の試合があったのよ、はい、ハニー対あの何々チームで、あ、あの日っすか。そうそうそう。あの日、あの日。そう、そう、その日だから、その前の前日に、はい、ちょっとあの3人ぐらいでさ、はい、バッティングセンター行こうみたいな、はい、で女の子もじゃあ一緒に行くんで、はいはいはい、ずっと後ろで見てて、最初は応援してくれたのよ、はい、あ、打ったねみたいな、あ、うまいねうまいねみたいな、はい、最初はね、はい、
もうまあもう10分ぐらいでも何も言わなかった。いや、じゃあ10分以上打ってたんだ。だいぶ打ってたよ、10分以上打ってた。やば、やば、それやばい。それチラッと後ろ見たら多分携帯いじってましたね。誰かと LINE してますよ。誰かと LINE してました。その子は本当申し訳なかった。それ面白いな。いや、あの日やったんすね。そう、女の子の前で調子乗っちゃった。うん、でもさ、実際野球できる男ってやっぱかっこいいのかなみたいな。やっぱサッカーの方がさ、なんか俺モテるイメージがあるのよ。昔からサッカー部、バスケ部が、うん、モテる、モテるみたいな。そこどうなの、女の子的にはさ、なんかどっちがいい。確かに。サッカー部と野球部どっちがモテた、中学生高校生の時。絶対サッカー部じゃないですか、うん、だってサッカー部って髪長いじゃないですか。長かったね。長いし、うん、野球よりもかっこ悪い。かっこよくないですか、あの まくったりしてるとかっこいい、この辺。でもなんか結構あれなのかね、キャップかぶってね。ああ、まあまあ坊主ですしね。そう、俺野球部だったんだけど、ちなみに。そうだったんすか、すいません。いやいや、ほら、坊主バカにしたろ。いやいやいや、坊主もかっこいいやつはかっこいいでしょ。いやでも市原隼人とかさ。あ、でも坊主似合う人いますよね。うん、まあでも、まあ、ホスト好きな子は坊主あんま好きな子いないか。でもね、ホスト好きな子は、ホスト好きっていうか、あの挑発系。まあね、ホストはそうっすよね、やっぱ挑発で。まあごめん、俺野球部だったら坊主だった。あ、そうだ。でもなんか野球部結構持ってたんだよね、うちの。今からシャメん、ここでシャメなんかみんな見たいかもしれないんで。何、俺が坊主の写真。はい、坊主の写真。あの、ないない。あ、ない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 って言ったか。消した消した。あ、ないって言ったか。携帯変わったか、ないって言ったか。うん、そこはないって言っとくわ。野球には足元ダサいって。あー、足元ダサいんか。ダサいか、ダサいか。まあまあまあ、あ、そう、シュリーさんのヤンキー時代。いや、ヤンキー時代写真じゃありません。でも、いや、でも分かるな。いや、妹の喋りはダメだよ。個人、完全俺のプライバシー以外の妹のプライバシー。家族の話するとこういうことになるんですよ、多分。まあでも別に見せちゃうけどね、こういうとこじゃなかった。あー、こういうとこだとやっぱさ、なんかさ、まあ、拡散とかしないと思うけどさ、ね、一応念のためのね、なんか残りますしね。うん、で、弟イケメンなの。うん、弟まだなんか童貞臭がするなみたいな。うん、でも僕弟のが見たいっす。あ、本当に。まあ、なんかで、俺似てないんだよね、俺だけ。マジっす。うん、そうそう。あれ、弟中二なんだけど。ああ、中二さんだけ似てないんすか。そう、でもなんか今度、この前さ、親にさ宣材写真送った。ああ、なんか、あ、ホスト知ってる、知ってます。でもホストの宣材写真送ったの、お母さんに。あ、はいはいはい、はい、したらなんか、まあ、あの制限、あの正月とかでさ、おばあちゃんって言ってたの、みんなが。はいはいはい、はい、でその写真を見てさ、はい、妹と弟がこうさ、なんかこう真似してるわけよ、俺の写真。ああ、その真似したのをなんかこうもらって。あ、ですか。これじゃなくて、こっちの。あ、こっちの。こっちだったんだけど。はい、これ真似してきて、なんか可愛いな、みたいな。それ可愛いっすね。全然似てないんだよね。似てないんだ。全然似てないんだよね。顔とか。そう、何気に似てないの。大地さんの弟は結局ホストには、ならなかったかな。なってませんね。そうだね。なんか2日ぐらい出勤したよね。2日ぐらい出勤して。でもなんか、全然似てないよね、大地さん。なんか全然似てないっす、ほんとに。なんか、全然だったね、うん、なんか大地さんだけちょっとバグってね、なんかちょっと大地さんバグってあれ、バグったっていうか、ね、バグって、あの、バグ、あの、覚醒したってこと。覚醒あの、ホストの覚醒してみたいな。そう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 、はい。家に宣材写真飾ってねえわ。ふざけ、なんで俺の宣材写真飾るんだよ。それはナルシスト。家にしては早いね。うん、家にしては早いね。いや、でも家、これって相当ナルシストだよ。いやいやいや、相当ナルシーだよね、これでね。でも今俺が死んだとしたらさ、家族にどんな家写真使われるんだろうって思うんだよ。あー、このホストの、はいはいはい、潜在写真持ってって家にすんのか、はいはい、俺が中学生の時とか高校生の時とかの写真を家にするのか。でも今のじゃないですか。今のか、今のじゃないですか、やっぱ一番近い。これこれ
親戚にこれ見してないけどさ。いや俺もやだな。なぎちゃん、なぎちゃん昔の方がヤバいじゃん。あ、昔の方がヤバいっすね、僕。今はだいぶ落ち着く。これ言っていいって、言っていいのか分かんないけど。え、真っピンクのなんかさ。あ、いやいや、やめましょう。あ、それやめるやん。その話はやめる。あ、その話はまあ、詳しくは店で。あ、そうですね。店であの、詳しく聞いてください。詳しくはお店で。それは詳しくあの、店で聞いてください。これ、やっぱ、いや、これ一個でね、やっぱね。あの、やっぱ、やっぱお金とか変わってきちゃうからね。締めるから。そう、変わってきちゃうからね。めっちゃコスト。やっぱ言っちゃダメだね。そうですね、あの、ネタは持っとかないといろいろ。そうですね。まあ、シェリーさんもね、もうネタあの、リーゼントの時のやつねえわ、リーゼントの時代。アイパーかけつね。CM ね。あ、お願いします。先輩！なんだ？どうしても売りたいんです。でも、なかなかうまくいかなくて。お前ら、ロミジュリのシステム知ってるか？だから、頑張れば売れるんだ。絶対やります。一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。めっちゃくつろいでた。いや、これなんか椅子変わっていいね、これ。やっぱソファーなんすよね、これいいね。あ、これいいっすね、これいい。で、そろそろ CM 動画出たいね。え、出たことある？だって俺らやってやから俺らの。あ、ないっす、ないっす、ないっす。ないよね。はい。え、でもこの前、うん、なんか一週間ぐらい前、うん、あの、なんか撮りましたよ。あ、マジ？はい。あれ、俺は？シュウさんいない。俺、いさ、いや、なんかさ、毎回出るときさ、遅いんだよね。そう、本当に、なんか、その日に言われてさ、そう、夕方ぐらいに、いきなり、なぎさ、今日、同伴みたいな。言われる、言われますよね。言われる、言われる。シュウジ、今日、同伴。そう、いや、どうしましたみたいなさ。いや、遅いわ。遅い、遅い。だってね、撮影のためになんか準備もあるじゃないですか。そうそう、あるしね。部屋目の時間もあるじゃん。そう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 、毎回出れないのよ、だから。ちょっと出たいんだけどね、なぎさと一緒にこう、こうやらせてもらってるから。確かに、なんで二人で。二人で CM 出たいよね、なんかね。いや、出たいです、出たい。ちょっと。なんで二人でね。いや、ね、面白いよね、俺。ちょっと。もうちょい早く決まってるんだろうけど、多分ね、伝達、ほうれん草なんだよね、ほうれん草。そうっすね。ほうれん草が多分、ほうれん草ができてないんだよね、多分。撮影のスタッフ来てから俺に連絡来る。そう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 。スタッフ来てからね。おんそおんそ。部屋目もあるし。そう。そんな感じなのかな、みたいな感じはあるけどね。そう。いや。やばい、ウケるよね。マジで、ほうれん草が遅いんだよ。ほうれん草が遅いからね。伝わってこないから、こっちはね。そう。ね、最近、でも、なぎささんはジムさん行ってるんですか、ジムさん。最近、あ、そうですね。あの、ジムさんは、うん、今、週2を、うん、2ヶ月ぐらい行ってますね。あ2ヶ月ぐらい。就任を2ヶ月ってことは、就任2ヶ月だから16回ってことか。16回ぐらい行ってますね。あ、まあ、それが多いのか少ないのか俺には分からないけど、就任は結構厳しいですよ。結構厳しいだろうね。でもね、明日ちょっとジム行くから、ちょっとアフターまた今度ねとか言えないもんね。いやいや、言えないです、言えないです。ちょっと明日ジム行くからさ、ちょっときついわ今日はって言えないもんね。言えない言えない言えない。
知らねえよって言われちゃうもんね、はい、ジム知らねえよ、ジムなんかで、やっぱでもあれだもんね、まあ、やっぱ俺がかっこよくなった方がいいでしょみたいな。いやいや、ジム行って俺がかっこよくなった方がいいでしょ。そうですね。じゃあかっこ、俺がかっこいいのかかっこ悪く、か悪いのかどっちがいいのって、あ、言っちゃう。かっこ、いや、俺そういう感じで言わないですね、普通に、うん、なんかジム行ってくるよって。いや、もう、そうですね。ああ、なんかジム、本当にいいっすね、もうジム、俺がかっこよくなったら嬉しいでしょ。ちょ、それ使っていいっすか。使おう。使えるのか分かんない。リコの話めっちゃ喋ってるけど。使えるか分かんないから。じゃあ、買収時さんって言う。買収時。買収時ね。で、俺もちょっとね、行こうかなと思って、渚が行ってるジム行こうかなみたいな。行きましょう。で、木曜休みなんですよ。僕行ってるジム。じゃあ、木曜やってないの？木曜は、もうなんか俺も体休める日って決めてるんで、木曜日は。あ、もう行かないっすね。マジで？そうっすね、もう。木曜日、まあな、木曜はなんかやっぱりしっかり休んだ方がいいかな。ああ、収録だし。まあね。で、今週週7だったんですよね、俺ら。あ、そうそう、ね、ちょっと変わって、そうそう、あっという間じゃないですか。あっという間だった、うん、なんかもっと働きたいって感じ。確かに。じゃあ明日も、明日一人でね、鍵開けて、そうかね。営業後行かないでしょ。営業後は絶対行かないですね。で、24時間なのそこ。いや、24時間じゃなくて、うん、朝の9時とかからやってるっす。ああ、全然朝行けるっすね。10時とか11時とか行くー。いや、朝、でもよくわかりないって見ると、うん、1時に終わるじゃないですか、うん、で2時までミーティングじゃないですか、うん、3時もう帰って速攻寝れば3時に寝れるから6時間ぐらい寝れるんですよ、9時まで。ああ、でジム2、3時間行くってことで、行くじゃないですか。おお、いや、2、3時間も行かないですよ。1時間、1時間です、ジムは。おお、で、それで帰ってきて寝る。そう、ちょっと昼寝できるんですよ。寝るでしょ。え、マジで。しかもそのジム行った日、うん、サウナとかもあるから、なんかそのジムで体も動かすし、やる気が全然違う。なんかいいね、なんか体なんかすげえ飲めそうじゃん、うん、そうそうそう、飲め、飲めない、飲ん、いやでも本当にいいんすよ。すごい、めっちゃよくない？うん、なんか充実してる気持ちになる。でも充実感ほんと大事だと思 う、 そう、充実感マジ大事っすね。なんかいつも同じ生活してるとさ、うん、どうしてもなんかね、あ、そうそうっすね、鬱になってくるじゃん、うん、ちょっとね、体が、うん、やっぱ太陽の光とか浴びることないっすもんね。あ普通に、まあ、俺とか結構バイクとか乗ったりするから、あ、こう太陽に浴びたりとか、たまにパーキングのなんか芝生とかでこう寝っ転がって日光浴とかするんだけどね。風切って、風切っ、風は切って風切って、あ、風になるんすか、風切らない、俺が風になる、あ、そう、俺が風の向こう側に行く人間だから俺がね、あ、風切るんじゃなくて、そう、風になるんだ、俺が風になるから、そう、風になるから、風になる人間だから、そう、グイ、いや、グイだろ普通にね、これ渚がグイって言うの初めて遅かったね、こんなもう、いや、40分経ってるけどさ、ね、初めてだよ、こんなに遅い、遅い。いや、今日はもうそういうのなしで、普通にあの、やっぱもうテレビ番組みたいになってきたじゃないですか。ああ。ちょっと。ハニコレね。ハニコレ。いい、なんかね、もうね。風になるって何それって言われちゃうよ、そりゃ。ナウシカ見ました、この前。結構前だけど、30分。いや、めっちゃ前だよ。1ヶ月前ぐらいのナウシカ見ました。めっちゃ前やん、ナウシカ。ナウシカ。いや、ナウシカ。風になるからね、風の谷見たけどさ。そう。え、見た？え、見ました見ました。いや、もう僕は多分100回ぐらい見てるじゃないですかね、多分生まれてから。でもまあ見たことあるよね、今ね、まあ、100回はちょっと待ったけど。いや、もののけ姫は多分見てます。100回、もののけ姫は1回見たことない。僕、もののけ姫は多分100回ぐらい見てます。ああ、ナウシカはじゃあ100回じゃないんだ。ナウシカは10回ぐらいじゃないですか。ああ、いやでも妥当やな。いやいや、やっぱハニコレ盛らないとちょっと。なんで盛るんだ。いやいやいや、ハニコレイコール盛るみたいな、なんか俺も話持ってる人間みたいになるやん、俺ら、こんなしたら。え、でもさ、ラウシカさ、ちょっと見てる人分かると思うんですけどさ、ノーパンじゃねみたいな。パンツ履いてなくねみたいな。ノーパンなんすか、あれ。ノーパンじゃない、あれ、あ、なんか青のやつ。なんか青の。青の。青の。スカ。あ、スカとか。ワンピースか。あ、そうそうそう。ワンピース、なんかノーパンじゃん、あれ。いや、多分。あ、ノーパンなの？見てみ？マジで。マジっすか？ノーパンでしょ。いや、それは宮崎駿先生が多分あれです。ほら、もうみんな言ってるよ、ノーパンノーパンって。ほら、ノーパンに見えるって。
で、本当だ、マジか。そう、そんなとこ見てるのかって言うじゃん。いや、やっぱ見るとこ違うっすね。いや、違う小学校の時から思ってたの俺。小学校の時からなんかこう、6人ぐらいでさ、はい、ナウシカ見るかみたいな。あ、はい、小学生の時にあったの、はい、あったのっていうか家でね、はい、で、こう俺がピッて止めたの、はい、のこう、スカートがさ、こうなってる時にこう見える時にピッと押したのね、はい、そしたらこう、ほぼノーパンでしたね。そっからずっと疑問だったの。あ、そっからもう学校でも変態って呼ばれてたの。呼ばれ、え、エロ呼ばれたことねえわ。エロ呼ばれたことねえわ。そう、マジっすか。そうで、この前ね、ナウシカ見ました。で、やっぱノーパンじゃんみたいな。あ、で、調べたの俺携帯で、はナウシカノーパンで、なぜみたいな感じで、なぜ調べたの。Google 先生、 Google 先生調べた。 Google 先生聞いたんですよ。 Google 先生聞いたら、はい、なんか、はい、あ、そう、このノーパンが肌色のレギンスかに見えるらしいのよ。なんか前より画質が良くなったから、あ、見えるようになっちゃったんだって。そうやってっていう、はい、すいません、俺変態でした、すいませんでした。そういう、それだけなんです。え、でも今はだって画質良くなったから分かったわけじゃないですか。そうそうそう、その画質悪い時代にもう気づいてたんですか。いや、違う、いや、何歳から生理目覚めたの。違う違う、やっぱさ、小学校の時ってなんかパンツ見るだけですげえ興奮してる。まあ今もだけど、おい、はい、今もだって。でもでも分かる、この前、まあなんかあるっすよ、なんかあのね、昔ね、小学校の頃とかね、そういうのあるっすよね、そう、なんか無駄にババアのパンチラとかちょっと気になったりとかね。いや、それ、なんかあのバックで、いやババアの、いやちょっともう一回言っていい。ババアのパンチラに、なんか無駄に気になりません。なんかあのマックとかで、窓越しになんか駅とかで見てたら、マックの駅は、あの、あ、そう、マック駅にあるガラス越しだから、ね、そこだね、の2階の、あ、そうそうそう、のババアのパンツ、みんなでたまりながら、なんか外見てて、うん、なんか別に見たくないけど、やべえみたいな、見たくないけど見ちゃいません。あの、わかるよ、わかります、わ、はい、かった、わかります。あのね、そういう、あの、やっぱね、そういうの見たくなるよね、でもね、そうそう、だからやべえ、やべえやつがいて、あ、そうそうそう、叫んでるやつとかいて、うん、でも見ちゃうでしょ。あ、そう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 、見たくないけど、そんな感じですね。まあわかる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 、うん、なんか見ちゃうんですよね、うん、すごいわかったわ、わかりました、うん、すごい気持ちがわかった。よかった、ごめん、いやいやいや、なんかバカにした感じだったけど、ごめん。なるほど、やっぱ、いや、でもさすがに言い方にもよるじゃん、ババアのパンチは気になりますね。いや、あの、ババアって言ってもあの、うん、ね、60、70とかなんで。なるほど、もうばあちゃんだね、ばあちゃん、ばあちゃん、もう口悪いね、ババアババア言ってね、もう。いやいやいや、ごめんなさいね、もうほんと、口が悪すぎた、ほんとに。気になるとです、そう、パンチラがね。なんで、なんで気になるとです。なんであいつ出てきちゃった、なんだっけ、そいつの忘れちゃったわ。ヒロシです、はい、しかもヒロシですがなまってますよ。いやいや、ヒロシですがなまってましたよ。ヒロシ福岡で、僕福岡ですから。え、なんて言ったの。ヒロシです、ヒロシです。えー、ほんとに言ってますよ。えー、ほんとに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 、もう一回言って。いや、いくよ、ヒロシです。なんか違った。いやいやいや、なんだって、いや、福岡だから一緒、一緒っす。ヒロシですじゃん。いや、ヒロシです。あの、悲しい時言うんすよ。だから、悲しい時にヒロシです、ヒロシ、ババアのパンチラが気になるとです、みたいな感じです。え、うまくない。そうだっけって言われて。いや、そうだ、そう、そうっすよ。なんかありましたよ、ヒロシです、みたいな。お前、笑ってんじゃねえ。お前の真似してるんだよ。グイグイ、ヒロシ、ヒロシです。え、そんな感じです。ヒロシです、ヒロシです、ヒロシです。ああ、まあまあ、うん、福岡で来ない、あれ、福岡でそれめっちゃわかる。あ、ほら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 、何がわかる、ほら、でしょでしょ、うん、何がヒロシです、ヒロシですって標準語なんですよ。あ、福岡は俺ヒロシです、ヒロシです。俺習字ですね。俺、なぎさですね。たまに黙ってるな、あれ、福岡のやつ。なんか、ひろしです。
ババアのパンチで気になるとです。似てるな、俺。違うって言ってんじゃん、イントネーション。俺ちょっとえ、だから、そのイントネーション違うのは、でも福岡の人なら分かってくれるっす。マジで、はい、マジで。え、でもだってテレビで見るヒロシですはさ、ヒロシですなの。なんか、ヒロシですじゃん。ライブとかで見ると違うんですよ。はい。ライブで見ると、ヒロシは、たぶんそうっすね。ライブバージョンにしてくれてる。ライブバージョンはヒロシです。一緒じゃねえかよ。一緒です。一緒じゃねえかよ、マジで。ヒロシです。じゃない。ヒロシです。じゃないっすね。ヒロシです。ヒロシです。ババアのパンチなんか、じゃあ言ってください。じゃあ言え。シリさんの広島で、さっさと、ギリ、いちいち。広島です。はい、CM お願いします。聞いてよ、ヒロシですじゃない、ヒロシですじゃない、ヒロシですだよ、絶対。ちょっと聞いて、マイクここ、ちょっと聞いてて、ちょっと聞いてて、ヒロシです。ほら聞いた、ヒロシですって言ってるよ。ヒロシですじゃないよね。ちょ、もう一回聞いて。これ、なぎさ、ドヤ顔で福岡がなんとか言ってたやん。全然、ヒロシですやん。ちょ、聞いて、もう一回ね。もう一回。ヒロシです。ほら全然、全然、ヒロシですやん。ほら。全然ヒロシですやん。ヒロシですってなんやねん。あ、みんな騙されました。おい、お前ふざけんなよ、マジで。お前ドヤ顔で福岡だからな。いくよ。ヒロシです。ほら、これあれ違うバージョンです。あの、ね、病んでる時のヒロシは違うんですよ、ま、病んでる時のヒロシと違う。ネタのヒロシです。ヒロシです。うん、なんすけど、あ、悲しくなってくるとヒロシですってなるんですよ。まあ、さっき言った、さっき言った、ほんとそうです。そう、ネタとしてね。そう、え、ほんとにほんとにね、ヒロシですな。なんかちょっと病んでくると、そのヒロシですから、ヒロシですにちょっと悲しい感情こもったヒロシですに変わるんですよ。いつも病んでるやん。時間返せよ、間違いないな。いつも病んでるでしょって言われてるやん。確かにそうだよ。ちょっと今度まで、あの、原因究明してきますわ。あ、ちょっと究明、次、あの、あ、初めて、あの、ネタができたわ。そうですね。ネタてか、の、お題。あ、お題できました。お題なのか分かんねえけど、次までにヒロシをちょっと極めました。ヒロシの、はい、あの、本当の姿を、ね、の、今何してるんすか。あの人、ヒロシしてるよ。あ、ヒロシしてるんですかね。何してる、ヒロシしてるよ、ヒロシ。うん、すぐ。俺検索するタイプ。え、もう本人に聞けばいいんじゃないですか。ナウシカも検索しちゃった。本人に聞けばいいんじゃないですか。本人登場。いや、だから、やっぱナンバーワンだし、やっぱゲストとして、あ、呼べるじゃないですか、芸人って。ヒロシさん、事務所に連絡すれば。あ、結婚式とか、お金払って呼んでるじゃないですか。ああ。
まあなんか最終回とかならまあいいけどさ。あ、最終回ぐらい。それはさくらゆうしさん、この前最終回だったからね。あー、そうだった。お疲れ様でした、ほんとに。お疲れ様でした、ほんと。勝手に、はい、先輩。勝手にゆうし先輩って呼んでるんですけど。お前、勝手にもうカリスマだなんで。はい、もう勝手にあの、うん、あの引退の時見ました、俺も。え、俺、あの動画見ました。見ました見ました、あの、卒業証書持ってまして。そんなえ、そこ見てない？それ見てない、あ、見てない、見てない、そこ見てなかった、見てない、うん、あの、パイセンがちょっとあれ、あの、卒業したんで、うん、はい、ちょっと、なんだかんだ見ちゃったみたいななんだかんだ見ましたね。いや、俺も見てない。いや、なんか、ま、ツイッターで、あの、卒業みたいな書いてあって、そうっすよね。えと思って、あの、飛んでニコ玉の方飛んでしたら、あれ、マジじゃん。いや、ちょっと寂しいですね、ゆうし先輩。ちょっと今までお疲れそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう全く見ず知らずのね、あれなんですけど、勝手に俺らがこうこうね、言わしてもらってるから。そうですね、名前勝手に出してるからね。ハニーコレクション、さくらゆうし出そうだもんね。間違いない。もうタグつけたらハニーコレでさくらゆうし出そうだから、ね、むしろ、うん、むしろで、ね、うん、なんかもう俺ら消えて、さくらとゆうしのハニーコレクションやばいでしょ。さくらとゆうしも一緒、統一人物でも一緒で、うんって感じ。さくらとゆうしのハニーコレクション、センスコレクションみたいな。いや、いいっすね、センスコレクション。面白いっすね。ひろしどれぐらいかかるんですかね。ひろし、まだひろしなんですか。だってあれ、時間、いやいや、時間制じゃないですか。1時間で考えたら。あ、いや、ひろし。30分にじゃないですか。だって2時じゃないですか。うん。2時半に、から3時までとか。ああ。ひろしのね、まあ、あの、ゲスト料金っていうかね。うん。でもそんな盛り上がるかって言ったら、どうなんだろうね。ああ、確かに。最初のひろしですで終わるやん、多分終わるっすね。多分俺ら爆笑して終わる。そこでも爆笑して。俺ら二人とも爆笑して。してネタが、多分あんま声届かない。俺ら爆笑で。そう。手術だけのセンスの見上げ。それ面白い。それ面白い。まあ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 、まあ、なんかハニコレは崩したくないんですよ、やっぱり。まあやっぱね、ハニコレだからね。うん。やっぱ、ね。何のセンスの見上げ。まあまあいろいろな、まあホストとしてのセンスもね、いろいろ磨いてって、ほんと。そう、そもそも、だ、そうですね、まあセンスを磨けっすね。爆笑して確認して終わりになる。そう、それなのよ。だから誰か呼びたいかなって思うんだけど、いるかな。でも呼びたい人、店の人、ハニーの人大体呼んだっすよね。あとあれやね、でもイブの人かな。あ、ハニーイブの人、ハニーイブのお客さんとか見てる人います？ちなみにハニーイブ行ったことありますよっていう。そう、 DJ さんね、 DJ ユーさん、 DJ さん元気じゃないですか。たまに会うっすけどね。あ、この前もありましたよね。ホントっすか。はい、あ、結構普通にだよね。よく普通に、普通に元気っていうか、普通に普通に普通って感じ、うんうん、あの元気っていうか普通、うん、うん、ラテンの背中いい人とか呼んでほしい。あ、わかりました。じゃあ、あんまいないですけど。ああ、あんまいないですけど。あんまいないですけど、ちょっと頑張ります。そうっすね。やっぱイケメン呼びすぎてもさ、やっぱさ、はい、そっち行っちゃうじゃん。そうなんですよね。おいみたいなね。なんかもう、みたいなね。俺らが自己 PR してるのに。まさかラテンの人呼んだら、ラテンの人の方にお客さん行っちゃうみたいな。みたいなね。可能性もあるから。それは俺らの力がなかったってこともあるけど。あ、まあ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 。そうそう。それもあるけど。言っちゃえばそうですね。そうそう。うん、まあそう、でもあんまりないな、でもあんま同業付き合いとかは。同業は行くけどね。あ、そうですね。同業行くけど。なんか、プライベートで絡む人とかあんまいないんで。うん。同業行ったりはあるけど、そんな、プライベートで遊ぼうは。そう。だからまあ、同業としての本当の付き合いみたいな、うん、同業付き合い、ガチの同業付き合い。今度タテノスさんとか、俺買い物行くことになったし。ああ、買い物っすか、はい、しかも2人で。ああ、あの筋肉の人っすか。ああ、そうっすね。ああ、行ってよかったっす。いいんじゃない。まあいいか、別に誰とかじゃない、まあまあ、別に筋肉の人でしょ。俺も多分ツーリングとか行ったしね、このタテの人と。だからそういう人と呼んでったらいいかなみたいな。
まあでもいい、ハニーグブレイクでしたっけ。え、それはいい、それはまあ、それはいい、それはいい、それはまあ、それはあ、それはあ、そうそうそう。まあ筋肉の人はまあ、わかんないよね。あの、筋肉仲間よ、言うたら渚の。鍛えてるんで。そう、週にジム行ってます。あ、その人も会ったことあるの、そのジムで。会った？あ、会ったはないっすね。結局ないんだ。はい。ああ、1時間ぐらいしかいないんで、ジム。まあそうだよね。ま、長い時でほんと2時間3時間とか好き。ああ、マッサージルームがあるんですよ。マッサージチェアが3台置いてあって、うん、その部屋個室で、うん、なんか超真っ暗なんですよ。おう、そこ 寝れるんですよね。仮眠っすやん。そうそうそう、ね、仮眠っすやんね、ただのね。そう、ただの仮眠、ただの仮眠っすよね。ただの仮眠。サウナあってね。そう、サウナあって、プールあって、プールあって、うん、仮眠っすやん、うん、でもいいジムですよね、プールは。いいね、でもプールもたまに泳ぐし、羨ましいわ。でもあれでしょ、渚はあれの平泳ぎでしょ、ずっと。はい、プールで。これはもうプールで平泳ぎっすね。なんでプールでいいね。え、プール、え、何、何、プールで何泳ぐの、逆に。僕は大体メドレーとか好きなの。何メドレーって。何メドレーってどういうこと。あ、メドレーってこと。メドレーっす。何百メーターメドレーみたいな。え、メドレー、そうそうそう、あの、なんかクロール、平泳ぎ、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ。すげえな、ガチ。でも泳げんだ。いや、お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 、俺平泳ぎと多分クロールしか無理だと思う。しかもクロールも多分なんか汚ねえクロールだと思う。俺犬かきも。なんで俺犬かきしてんの。俺クロールじゃねえよ。犬かき。そう、もちろん俺クロール下手なんだよね。大事さ、プール行こう。あれじゃ、あのさ、あのさ、あれあれ、バッバッ、なんだっけ、あの、なんだっけ、ボード、ボードじゃなくて、なんだっけ、あの、ボード、ボード、ボードみたいなやつ。バタバタしてんの、あれ。超恥ずいわ、俺。恥ずかしいわ、マジ。なんだっけ、思い出せない、なんだっけ。バドミントンじゃなくて、ビートバンだ、そうだ。そうだ、それや。ビートバン、すっきりした。最後に、もうこれで。すげえ気になってたから。これでもう、僕たちも上向いて帰れます、今日。帰れる帰れる。すっきりした、すっきりした。え、ビートマンこうして上向いてる。あ、ビートマン、ビートマンこうして。上、上で。これ背泳ぎのビートマンや。沈むでしょ。懐かしいね、でもね。いや、懐かしい。じゃあみんな LINE してくださいね。うん、ありがとうね。ありがとうございます。ちょっと来週も、来週あるよね、ニコ生ね。あ、あります、多分来週ね。はい、あの、ちょっと2週間お休みいただいてたんで。そうですね。ちょっと来週も見てください。お願いします。はい、来週のお題はヒロシです。そう、あとは真央さんのイベントとかもいろいろあるから、じゃあよろしく。はい、ありがとう。Oh, you got